元住吉奈々です。昨日さ、すごいたくさん喋ったんだけど、あれでした。音が、初段 初段とか無理。なので、今日は別の話をしたいと思います。何の話をするかというと、名探偵ピカチュウ見てきたっていう話。面白かったでしょ？ 結構ね、凝ってました。わ、これ、二次試験とかするの？なんだろうな。わからんけど。そうね。何から話そうかな。絵作りとか細かい。あ、最初、もともとさ、原作ゲームらしいんだ。元住吉は、ほとんどポケモン通ってきてない人なんで、わかんないんですけど。でも、まあ、原作ゲームですと。ほいで、まあ、原作のゲームもさ、ギニキンが来たよ。原作のゲームもさ、あれらしいの。やっぱり、不思議な話し方。原作のゲームもやっぱりおっさんなのね。ピカチュウが、声が。で、なんでピカチュウの声がおっさんなのかとか、そういった話とかも、きちんと、これ原作通りなのかわかんないですけど、きちんと、なってて、まあ、そのためのこの、なんていうのかな、脚本上の仕掛けみたいなの、二転三転するさ。なんか、やっぱり探偵ものって、そういう、なんていうの、どんでん返しというかさ、そういう展開があると楽しいじゃん。そういうとこがしっかりしてる。それでいて、なんか、意外とアクション要素、画面の派手さみたいなのもあって、ただ、バトルっていう話に関して言うと、まあ、そんなにないのかな。はやることない。そうね。得意になる手が一個もないんで。よいしょ。バトルに関してはね、あんまりやることがないかな。感じが、か、言うことがないじゃない。なんかいろいろ混ざった。そうね。撮って大丈夫。どう書く。そう。なんですよ。なので、まあ、結構、画面の派手さとしても楽しめました。基本逃げるだけなんですけどね。最後だけ戦うんですけど。あとはね、なんだろうな。最初やっぱりなんかフォントがインパクトあった。フォント。これ取って書く。まあ、取る言ってたね。仕方ない。書く打ってくるポイントが。ああ、この、今日が上がったのが実は握手かもしれない。どうしよっかな。回差があるかな。難しい。そうね。そういうようなところとしては、フォントが独特のなんかフォント使ってきててね、ちょっとそこ面白かったです。もう冒頭からいろんなスタッフの名前とかそういうのがフォントがあったんですけど、ちょっと読みにくいフォントなんだけどね。それが街の中のいろんなところにも使われてたかな。あとなんだろうな。冒頭の音楽面白かったですよ。冒、あの、ストーリーが始まる最初の音楽？
が、リリーさんね、なんかね、チップチューンっぽい感じの、オーケストラのフルオーケストラっぽい音に、プラスして、チップチューンみたいな感じが入ってきて、それがなんか面白かったなと思う。あとなんだろうな、CG でポケモンをやるっていうことについてかな。そこはね、すごいなんか、モフモフしてたよ。ピカチュウ。それは面白かったですけどね。クリップ足んないんじゃないですか。叩かれた。まあいいや。あとはね、そうね。まあそういうような面白さがあって、あとなんだろうな、ストーリーラインの話をする前に声優の話しようか。声優の話だと、ロケット団の2人とか、あとピカチュウはもちろん大谷育英さんが、おっさんの声じゃない時のピカチュウの声はね、大谷さんがやっていたりとか。ですかね。そうね。あとは何だろう。うわー、うわー。よいしょ。切ってけ。これ馬取ってくれれば2枚貝なんで。そんなに悪くないよ。銀を打ってくる手があるんだけど。どうしよう、どうしよう、どうしよう。かくっちゃう、よいしょ。単純な攻めです。単純な攻めでございます。やっぱ打ってくるよね。銀交換。と金になると、と金になると角取られて、まあいいや、わかんないけど、と金なとこ。そうね、そうね。あとね、ヒロインちゃんがですね、飯豊まりえさんでした。あれですね、シティハンターでもヒロインちゃんやってた人じゃないですかね。ちょっとあんまり自信ないですけど。切る。そして気を打つ。 どうなんだこれ。 そうね。あとはそうそう、それでストーリーラインとしてはですね、そっか、まあいい、金と。銀取って同飛車？まあいいか、一回銀取るか。そうね、ストーリーラインとして、父親と子供の話なんです。息子の話なんですよ、基本が。メインのラインとして。それで、ね、そこの、なんちゅうかね、関係性が、落ち込んできたね。まあでも行くでしょうかな。
わかんないけど、わかんないけど、ほっとけ。あら、あら、あら。え、これどうなの？キンって一回ばらして、キンキンキン。ちょっと読みますね。銀キンキンで、金打って逃げて銀。どうなんだ？どうなんだこれ。わかんない。わかんないけど。あ、銀、金、金じゃないよ。金一枚だよ。何やってんだ。これでそうか、続かないのか。まあいいや、金取っとけ。角打たれて、角打たれて、逃げて、金と角があるから、斜め逃げると、一回角打ってたね。金打って、金打って逃げて、取られて、どっちだ？こっち逃げると、こっち逃げると、一回一回逃げてみる。秋王手されて、そうなんだよね。敗北です。初段とか無理ですよ。うん、それでね、あの父親と息子の話なんですけど、これもう一組、あのなんだろうな、一応敵側みたいなポジションの人たちに、まあ敵かどうか微妙ですけど、まあそこは分からないことにしといて敵か味方か分かんないような、まあ対比するような格好で主人公、親子との対比として、なんかまた親子があるっていう。で、まあ主人公側親子とその対比関係がね、このぴったんばったんするんですよそこが面白いかなっていう感じですね。ぴったんばったんっていうのは、関係がね、要はうまくいってる父と子っていうのと、うまくいってない父と子っていう関係があるのよ。その対比がね、どっかで、まあそんな感じ。まあ、あとね、CG、あ、これ言ったっけ？ CG の良かったところとして、あのね、ピカチュウが水でべっちゃべちゃになるシーンの、あの毛の感じがすごい良かったです。ということで、名探偵ピカチュウ、おすすめですね。なんだったらアベンジャーズエンドゲームよりおすすめです。あ、面白かった。じゃあね、バイバーイ。I'm not